はい、速稼塾の久保でございます。アマゾンがビットコインを支払いに導入するというニュース、あれはちょっとね、出どこ不明だということが分かりまして、世界中を2度にぎらしたことになります。一つはね、アマゾンがついに暗号通貨を使い出したのかと。今までも何度もこういう噂は出ては消えたんですけども、今回は本当だろうと思ったんですよね。でもすぐにですね、それから数時間後に、いやこれも今回もデマでしたということで撤回される形になりました。ただ市場は素直に反応して、ビットコインを中心にアルトコイン値段を上げましたよね。そして今大幅に下がったかというと、そんなに下がってないんですよ。もしかしたらこういう出所不明の噂話によって暗号通貨の価格ってのは上がってくるところもあるのかなと思います。まあ、要するにフェイクニュースであっても、いやこれはなんか訳があるはずだっていうふうに肯定的に捉える方が多いんですよね。私たちとしてはそういった現象の上に投資活動していくってことでいいと思いますんで、はっきり言ってね、ことの真実とかはもしかしたらどうでもいいのかもしれません。人は噂で買って真実で売ると言いますけども、まさに今回もそうだったんじゃないかなと思います。それではね、ニュース記事を今回読まさせていただきますので、皆様の中にも参考になることがあるように願っております。7月2日のロイターの記事によると、アマゾンはビットコインの支払いを許可する予定であるという最近の噂を否定し、現在は許可する予定はないと述べておりますと。この声明はビットコインが3時間以内に約 15% 増加したという噂が月曜日の急騰する市場に火をつけた後に発表されました。確かにそういうタイミングだったですよね。噂を却下したにもかかわらず、アマゾンの広報担当者は、同社は依然として暗号業界に関心を持っていると述べ、アマゾンで買い物している顧客にとってこれがどのように見えるかを調査することに引き続き注力していきますというふうに付け加えたということでございます。どういうことかというと、今回のアマゾンがビットコインを使うかもしれないということに対して市場が反応したってことは、アマゾンがビットコインを使うことによって多くのユーザーはメリットを得るということを確認したってことなんですよね。記事をさらに読んでいます。今日のニュースでは、テザーエグゼクティブは詐欺罪に直面し、バイナンスは美術館と提携してアート NFT をリリースし、ショフィなんかはNFK マーケットプレイスを追加します。これちょっと最後はね、特に追加してもしょうがないことでしたね。まあどちらにしても、アマゾンっていうのは暗号通貨を使うことによって何らかの決済を代行しようとしているのは確かだと思うんですよ。あとそれが正式にいつになるかってことと、あとね、やっぱりこう世の中の反応を見てやめる可能性もあるってことなんだなと思います。皆さんどのようにお感じになったでしょうか。今回のアマゾン、ビットコイン、そして果てはね、体の使うんではないかなということですけども、まあいずれそうなるでしょうね。暗号通貨対応のこうしたクレジットカードも出ることが予想されてますし、すでに一部では出ておりますんでね、私も何枚か持ってるんですけども、ちょっと今度お見せしましょうね。それでは本日は以上です。